だったかな。君のギターとても素敵だったよ。儚い。マジですか？ラッキー、やったね。カオルさんの会話をきれいにスルーできるのすごいね。マジ？やったね。モカはね、話聞いてないだけだと思う。いやー、はじめみんなで集まった時はどうなることかと思ったけど、みんな仲良くなれたし、よかったよかった。だいぶうまくいってよかったね。なんだかまだまだ演奏し足りないって気持ちだよ。どうか、こんなにいろんな人たちと何かしたのって初めてかも。他人って本当に面白いから好き。私もまだまだ力が有り余ってるの。今なら商店街10周はできそう。あの3人なんかやべえな。あの3人似てる気がする。でもロゼリアの衣装、黒装束のようですね。真っ黒なのはやはり闇に潜むためですか？そういうことじゃ。おお、闇に潜む、かっこいいね。なんかそういうの映画で見たことあるよ。違うのに。あの3人はバラバラ。そう、でも私たちは同じステージに立った。なんか不思議だよね。そう言われてみれば確かにちょっと不思議だね。でもこの感じ好き。いろんな人たちがいて、いろんな音楽があって、まるで賑やかなパーティーみたい。それだ、それだよ。答え、急に出てくんなよ。みんなでパーティーしようよ。何か思いついたみたいだね。今日のライブをやってみてね。合同ライブっていうにはなんかちょっと堅苦しいなって思ってたんだ。もっとこう賑やかで色とりどりな感じがするじゃん。パーティーだよ、パーティー。パーティーって言葉がぴったりだと思う。まあ、かすみの言いたいことはわからなくはないな。でしょでしょ。だから次のイベントはもっともっと賑やかで楽しいパーティーにしようよ。どうすればもっと楽しいパーティーになるかな。それはこれからみんなで考えればよし。今は今を楽しもう。適当かよ。まあでもせっかくだし、私もいろんな人たちと話してみたいな。合同練習でもそんなに話せなかった人もいるし。私はもう帰りたい。アリサ、人見知りだもんね。じゃ、私と一緒に声かけに行こうよ。ね。ああ、話せ！私も一緒について行ってもいいかな？もちろん。かすみとおたえは綺麗な手してますね。え？あなた一体何を。パーティーだ、パーティー。